グローバルサプライシステムは2014年まで存在したイギリスの貨物専用航空会社。グローバルサプライシステムの名称は2001年1月31日から使用され翌年6月29日から運航を開始した。本社はロンドンにあったが拠点としていた空港は ヒースロー空港やガトウィック空港などではなく、スタンステッド空港であった。貨物輸送用の機体として、当初はアトラス航空から借りたボーイング747から400回を導入したが、その後、ボーイング747から8回を導入して、以降はマイナス 400F はアトラス航空に返却した。また、他の航空会社に対し、 ウェットリースベースで貨物専用機材の提供を行った実績もあり、同国のブリティッシュエアウェイズワールドカーゴはまさにその対象となった。2014年1月、同社と契約を結んでいたブリティッシュエアウェイズワールドカーゴが航空会社のメイン顧客として同年4月からその契約を解除した。それにより、グローバルサプライシステムはその後も新たな顧客を見つけられないまま、 同年末に営業終了に追い込まれた。現在、グローバルサプライシステムの株式は、イギリス政府とアトラス航空により保有されている。ありがとうございます。